皆さん、こんにちは。エック公認会計士課の中島です。よろしくお願いいたします。えー、本日は、令和5年第2回の担当式試験でした。えー、皆さん、お疲れ様でした。早速ですね、全体の公表に入らさせていただきます。はい。えー、全体の公表と、あと合格ボーダーですね。見ていきたいと思います。 はい。えー、まずですね、えー、合格率の、えー、予想の方ですね、見ていきたいと思います。えー、過去のですね、えー、4年分と今年の分を見ていきたいと思いますけども、えー、今年のですね、令和5年第2回ですけども、15,883人の方が願書提出されています。で、過去のですね、 えー、実績、まあ、あのー、提出率からしてですね、えー、今回は予想ですけども、1万323人の方が答案を提出すると、えー、予測しております。で、合格者なんですけども、第1回と第2回合わせて、えー、大体2000人ぐらいが合格すると予想しまして、えー、今回は818人。なので、えー、合格率は7.9%と予想しております。 えー、はからずも1年前と同じ合格率ということですね。はい。続いて、えー、それぞれの科目のボーダーを見ていきましょう。企業法ですね。はい。えー、正当可能性です。項、えー、が13問ありました、えー。こちらは全問正解していただきたいので65点。正当可能性中が7問ありました。えー、このうち3問は正、えー、正解していただきたいので15点ということで、 え、企業法は80点となっております。あと、キーになる問題はですね、森村先生の動画の方を見ていただければと思います。次、管理会計論です。 正当可能性高7問で、配点は合計で40点です。8割は取ってきてほしいので32点。正当可能性中は8問。52点の配点で、半分は取ってきてほしいので26点。正当可能性低は1問しかありませんでした。で、8点で、こちらはですね、正当可能性として20%ということを考えると1.6点ということで、 管理会計論、えー、合格ボーダーは59.6点となっております。監査論です。今、えー、草川先生の方ですね、動画を撮ってますので、えー、そちらがアップされましたら、ぜひ見ていただきたいと思います。合格ボーダーは65点から70点ということになっております。 財務会計論も今、影山先生が収録していますが、合格ボーダー120点となっております。管理、監査、えー、財務ですね。えー、それぞれの、えー、ぜひ解説動画もご覧ください。ということですね。全体のボーダーですけども、66から68%ということになっております。 500点満点ですから、66%だと330点、68%だと340点と、330点から340点の間と予測しております。はい。で、ここでですね、皆さんの正答率から、えー、次は何を、ね、学習すべきかというのをですね、示させていただきますと、まあ、正答率66%以上の 方はですね、ぜひ3ヶ月後のですね、論文の方を目指すように、勉強の方をスタートしていただければと思います。で、生徒率66%未満の方はですね、12月の担当を見据えて勉強してもいいのかなと思います。はい。ただですね、こちら、あの、あくまでも予想で、 えー、さすがにですね、あの、必ず合っているということではないですけども、一応ですね、えー、ご質問等でよくある、何か指標にしたいというですね、パーセンテージっていうのがありますので、えー、そちらはですね、エレックが提示する66%を一応参考にしていただければと思います。はい。えー、ここからはですね、イベントになります。 明日ですね、月曜日、5月29日月曜日、19時半からですね、イベントです。3ヶ月後の論文本試験にですね、向けた学習切り替え法というのをやっていきます。さあ、これからですね、3ヶ月後の論文に向けて、どういった学習をすべきなのかをガイダンスしていきます。 生のですね、実施校はこんな感じになっています。はい、で、o o m でも配信しますので、Zoom で参加することもできます。なので、ご自宅のパソコン、スマートフォン、タブレットなどでも参加できます。参加方法はこちらに書いてある通りです。はい で、えー、生の方のですね、え本校の方に同時中継として見に来た方はですね、紙のレジュメの方が、えー、プレゼントということになっています。ズームで参加する方はですね、えー、PDF のプレゼントとなっております。はい。えー、特別昇格性試験も実施します。6月3日の土曜日16時半からですね。えー 今こちらの方に掲示されている本校でですね、実施します。電卓を持ってですね、ぜひご参加いただければと思います。最大80%の割引となっております。 で同じ日です。6月3日土曜日18時半からですね、今回の担当式試験の分析会を実施していきたいと思います。はい、12月のですね試験に向けての対策についても少しお話しさせていただきたいと思います。生講義が渋谷駅前本校、同時中継校はここにある通りになっております。 はい、で合格発表の翌日6月24日土曜日16時半からですね、特別小学生試験を実施します。実施校はこちらにあるとおりです、えー。先ほど紹介した小学生試験とこちらの6月24日の小学生試験、どちらか片方しかです、ね、参加できませんので、そちらだけご注意ください。 えー、同日ですね、6月24日18時半から合格発表後の12月に向けての対策と。はいえー、今回の5月の試験が、えー、残念な結果だった方向けのですね、えー、次の12月の担当に向けての対策のガイダスになっております。はい。で、7月の23日ですね、日曜日18時からですね、はい。 えー、ここにある通り、同時中継校と、あと、Zoom でも参加することができる、論文の直前出題予想会です。論文のですね、予想会になっております。Zoom で参加される方はですね、こちらにある通りの、えー、方法で参加することが可能です、はいえー。本校に来られた方はですね、レジュメはあの紙媒体でプレゼントになってます。 はい、えー、8月6日、えー、日曜日ですね、えー、これ論文の最後のイベントになりますけれども、主要校の論文模試が触れる論点洗い出し講座を実施します。はいえー、見ての通りり、同時中継という形になっています。で、本校に来られた方は、えー、紙のレジュメの方をプレゼントと。 でズームで参加された方は、えー、PDF のプレゼントになります。ズームで参加する方法は、えー、こちらにある通りになっています。はい。えー、全体の公表と合格ボーダーは以上になります、えー。本当にですね、長い試験だったと思います。本日はですね、ぜひゆっくりと休んでいただいて、えー、次のですね、えー、学習目標に挑んでいただければと思います。 私からは以上になります。お疲れ様でした。